オバメヤンがある程度批判してるんだ。でもまあ言うんじゃないですか、ああいう出ていき方になりましたからね。だそういう時にね、監督は黙ってなきゃいけないが辛いっすよね。言ったらもう損するだけですからね、監督なんて。他の選手たちが見てますからね。アルテタが言うことっていうのは、アーセナル全体のムードに関わってきますからね。ペップもそうだけど、なんかこう出てった選手が好きかって言って、言い返さないのが一番得策だから、まあ、かわいそうというか、うん。オーバー、アルテタスターの扱い方知らないか、重心の若手を望む的なこと言ってます。すごい気持ちいいぐらい主観 100% ですけどね。やっぱペップとかね、アルテタこういう風に言われちゃうんですよね。メッシとか言わないからね。メッシぐらいやってくれてたらそれ自由にやっていいけどっていう。スターって言えるほどお前活躍してないやんっていう感じなんでしょうね。自分でスターっていうのおもろい。アルテタの性格がいい選手が重要みたいな。あれの中でも言ったじゃん。オバメヤンのさ、もう目を見てもう信頼関係築けないと分かったみたいな。あんだけ給料もらってるのあいつ何してやがんだみたいな。あれがまあ本音ですけど。あんなもうね、終わったことですしね。現に、オバメヤンいなくなってアーセナル強くなってるからね。言わないアルテタすごいなって感じですよね、そこで。Thank you.